はいどうもこんにちは。今日はですね、パソコンの画面から始まってますが、これです。アリエクスプレスでですね、先日 GeForce GTX1050T こちらの方をね購入したくて、価格を調べてると、なんととんでもない値段で売っているというのを発見しました。なんと価格が4605円。すげードンっていうので、そこでですね、嘘かな本当かなと、絵が怪しすぎるんですが、 GeForce GTX1050T これ欲しいなというので購入の方をいたしました。送料込みでですね、こちら右側出てるようにですね、6391円、もしかしたら偽物かもなと思いながらちょっと待ってたわけです。そこでつい昨日ですね、こちらの方が届きました。届いたのがこちら、じゃん。もうこんな全然ちゃうやん。 AMD Radeon HD シリーズ、こちらの写真のものが届いてしまってる。全然 GeForce GTX1050T じゃないよねという状況ですね。はい、そして中の方を開けてみると、こちら Radeon のドライバー DVD が入っている。はい、そしてこれまだ開けてませんが、こちらもう100ラディオンの HD なんとかやなみたいな感じですね。はい、というのでこちらの方が届いたものとなっています。頼むわという感じですけどね。僕もよく見ればよかったなと思いますけどね。完全にもうここにラベル AMD HD 7670 4GB というふうに書かれています。もうというので、ショートタイプでえらい軽いなという感じなんですが、出力端子の方は HDMI と D サブ、これは DVI 端子ですかねっていうのがついているという状況です。はい、そして購入後によく見てみると、この左下のところなめとんかなと思うんですが、カラー HD76704G、 何を言うとんねんと、カラーちゃうやないか、そのまま HD7670 が届いとるかなという感じですね。というので、こちらの方ですね、絶対に GeForce GTX の 1050G ではないと思うんですが、買ってしまったので動作確認をしていきたいなと思います。中身が GeForce だったらおもろいな、ちょっとやってみたいと思います。はい、ということでですね、こちらレサンセ DT、 以前ハードオフで購入したジャンクの PC ですね、こちらの方にラディオンの HD7460 やったっけ、こちらの方を導入しております。 GeForce GTX1050T ということで購入をしてますが、異常な売り方やな。とりあえずはちょっとこれで起動の方をさせてみようと思います。動くんかな、さあ電源スイッチオン。はい、ということでですね、無事に Windows 10の方が立ち上がりました。よっしゃーよっしゃーということで立ち上がっただけですけどね、完全に僕の方初期化してた状況ですね。じゃあ初めからちょっと設定の方をし直していこうかなと思います。ちょっと設定していきます。はい、ということでですね、無事に各種設定の方、ドライバーのインストールと終了しております。よっしゃーよいしょーということで、結果ですね、 GeForce GTX1050T こちらを購入したはずなんですが、結果はどうだったでしょうか。じゃん、予想通り AMD Radeon の HD7670M でー、安いだけありますからね、こんなもんですね。はい、さらにこちらの方ですね、 CPU-Z の情報、インテル Core i5 の 2400CPU が載っていますと、4コアの4スレッドという状況です。以前はね、こちらの PC の方に GeForce GTX1650 を乗っけてゲーミング PC やないかっていう風なことをやってたわけですが、
グラフィックス、こちらの方きっちり出てますよ。 AMD ラディオン HD7670M きちっと出ております。メモリサイズがね4ギガっていうのはねちょっと大きめなのかどうなのかちょっと気になるところではありますが、 GeForce の GTX の1050Ti ではなかったということですね。まあいいや。はい、というのでまあ一応ねこの AMD のラディオンの HD7670M これがどれぐらいのパワーなのか各種ベンチマークで計測していきたいなというふうに思いますね。じゃあ早速やってみたいと思います。はい、ということでですねドラゴンクエスト10立ち上がりました。毎度ですね標準品質 640×480 ウィンドウこちらからスタートさせてますので一応まあ比較のためにねこれでやっていきたいと思います。いくぞスタートじゃー。はい、ということでですね各種ベンチマーク取り終えましたっていう感じなんですが、とりあえずはドラゴンクエスト10のベンチマークからちょっと見ていきたいと思います。はい、というのでねこちらの方がドラゴンクエスト10のベンチマークの結果となります。上2つが GeForce GTX 1650の時の数値、標準品質の方で 15589、 そして最高品質 1280×720 で 15178、 両方ともすごく快適という結果になっております。まあ、当然といえば当然という状況ですね。したか今回の GeForce GTX 1050Ti ということで騙されて買ったラディオンの HD7670M こちらの方の結果となっています。標準品質の方で 15835、 そして最高品質の方で 11273 っていうので、やっぱりね最高品質になるとぐっと点数の方が下がるという現象が見られました。ちょっと怪しいなというような数値になってきてますね。まあドラゴンクエスト10自体がね非常に軽いっていうこともありますので、まあ数値的には出やすいのかなというふうに思います。というのでこういう結果となりました。はい、というのでねこちらの方がストリートファイター5のベンチマークとなります。こちらの方ですね、まあ見てもらった方が早いかなと思って動かしてます。いくぞスタートじゃー。はい、というのでこの辺までは綺麗に動くんですが止まるんですね。はい、ということで落ちちゃうっていう最悪の状況になります。しかもこの後カーソルがもう出てこないっていう状況になるので、 Windows バーを上げて再起動するしかないという状況になるんですね。うわ、カーソルも出へん。あ、出てきた。はい、というので再起動終わりましたが、ラディオン HD5700 の時には動いてたんですよね。まあ遅いけども動いてたっていう状況なんですが、まあ今回全く動きません。何度やってもさっきのところで落ちてしまうという現象が起こりますね。はい、そして、まあ何回もちょっと繰り返して30分ぐらい格闘してたドライバーの方も入れ直したりとかね、いろいろやってみましたが、もう相性の問題なのかもしれません。全く立ち上がらないという状況になっています。結果的に言うと計測不能最悪ですね。はい、というのでこういう結果となってしまいました。はい、そして今度はファイナルファンタジー15、こちらの方も出てないということはですね同じような状況です。ちょっとやってみますね。まあ、こちらの方ですねきちっと読み取ってくれてるという状況です。インテルコア i5 の 2400 CPU 3.1GHz AMD のラディオン HD7670M ということでしてきちっと認識してるんですが、こちらスタートしますね。だいたいここで落ちてますね、毎度毎度。はい、というのでこういう形で落ちちゃうんですね。こちらの方も何か問題を持っているビデオカードなのか、もしくは相性的に非常に良くないのか、ちょっとねいろいろ試してみないとわからないところはありますが、こちらも計測不能最悪ですね。
はい、というのでね、今回こちらの方レサンセ DT っていうやつにジャンク PC からね、こういう風に復活させた PC なんですが、ラディオンの HD7670M こちらの方突っ込んでみたんですが、うまく作動しないという状況です。まあ、そもそもね GeForce GTX の 1050G っていうのが欲しくて、いろいろ見回ってた時、だいたい1万5000円以上は必ずしてる値段だったんですけども、これで4000円台怪しいなというふうに思ったんですが、安くて中古でもねいいものが手に入ればなと思って買ってみたら、やっぱりこのざまですね。やっぱりちゃんと吟味して、わけのわからないとこ騙されないようにね買い物しないといけないなと、全く大したことない動画になってしまいましたが、今回はこういう結果になってしまいました。はい、というので今日はどうもありがとうございました。